ブルキナファソ、ブルキナファソは、西アフリカに位置する共和制国家。北にマリ、東に、ニジェール、南東に、ベナン、東後、南に、ガーナ、南西にコートジボワールと国境を接する内陸国である。首都はワガルグー。第二次世界大戦後、1960年に、オートボルタ、オート、ボルタ、ウェボルタ共和国として独立した。独立後、 フランスから離れて、非同盟路線を歩み、東側諸国と友好関係を築いたが、1987年以降は、フランスとの関係を最重視している。現在の国名ブルキナファソは1984年に、旧来の国名のオートボルタから解消された。フランス語、英語による、正式国名は、ブルキナファソ、ブルキナ共和国、 リパブリック・オブ・バーキナと表記する場合もある。国民、形容詞の英語はバーキナブ。国名のブルキナはモシ語で、高潔な人、ファソは、ジュラ語で、祖国を意味する。11世紀、ワガルグに、モシ人の都市王国、ワガルグ王国、ワガルグが成立し、その後は、分裂、独立を繰り返した。1441年にが成立してその首都となり、 19世紀末まで国家として残った。1884年から1885年にかけて開催されたベルリン会議、アフリカ分割でヨーロッパ列強諸国がアフリカ分割の動きを強めると西アフリカにはフランスが進出し、1896年に我がルグーにあったモシ王国がフランスの保護領となった。1898年には 現在のブルキナファソに相当する領域全体がフランス保護下に入り1904年に周辺諸国と共にセネガルのダカールを中心とする広大なフランス領西アフリカの一部としてフランス植民地帝国を構成した第二次世界大戦後の1958年にフランス共和国の自治共和国となりアフリカの都市こと1960年にオートボルタ共和国 レイプーブレイクでオートボルタとして独立した。オートボルタとは、ボルタ側の上流という意味である。初代大統領は、モーリス・ヤメオゴであった。1961年に、フランス共同体から離脱し、1966年に、サンゴール・ラミザナによるクーデターが発生。ヤメオゴは出脚。ラミザナは1980年に、セイエゼ・ルボのクーデターで打倒されるまで、大統領を務めた。 1983年にブレイズコンパ俺によるオートボルタ時代最後のクーデターが起こり、ジャンイコール・バプティスト・ウェドラオモ大統領は失脚、かつて首相でありながらも失脚していたトーマスさんらが大統領に就任した。サンからは社会民主主義、革命的民主主義を掲げて社会主義路線を推進し、ブルジョワジーや伝統的主張、イスラームのマラブー、 成人と対抗しながら、女性の地位向上、敷地運動、福祉の向上などを図り、旧宗主国のフランスや領土問題を抱えていた、隣国のマリ共和国と対立する一方で、キューバ、リビア、アンゴラ、モザンビーク、北朝鮮、ベナンなどの社会主義国と友好関係を築いた。1八十四年八月に、3からは革命事業の一環として、国名を オートボルタ共和国、ボルタ側の上流の共和国の意から、現在のブルキナファソ、清廉潔白な人たちの国の意に変更し、自ら、新国家、ある人よの作詞もした。サンカライの支持は、国民からも高く、アフリカのチェゲバラの異名を取ったカリスマ的な政治家だった。サンカラ政権下の1985年に、ブルキナファソは、似て、マリ共和国と交戦した。 1987年10月15日、サンカラが独裁的かつ行き過ぎた社会主義路線を取っているとして、側近のブレイズコンパオレがクーデターを起こし、サンカラは暗殺された。コンパオレは人民戦線を設置し、人民戦線議長、国家元首に就任。1990年10月にサンカラ時代の急進的最悪路線を放棄し、複数政党制や、 大統領の直接選挙を柱とする憲法を国民投票にかけ、1992年には複数政党制による総選挙が実施され、大統領に選出された。以後、7年の任期を2回、任期の長さを批判されて短縮された5年の任期を2回、都合27年にわたり、大統領として君臨。2014年、翌年の大統領選挙に向けて参戦を禁止していた。 憲法の改正に着手しようとしたところ国民が反発し、同年10月には首都において数十人の死者が出る、同に発展した2014年ブルキナファソ藩政府運動。この混乱に対し、軍が収集に乗り出し内閣を総辞職させ、夜間外出禁止令を出し政権を掌握。事実上、コンパオレ政権が崩壊した。2015年9月16日。 コンパオレとつながりのある兵士が、ミシェル・カファンド暫定大統領とイザック・ジタ暫定首相、他閣僚2名を拘束し、翌17日にクーデターを宣言した。クーデター派は、国民民主評議会を設置し議長には、コンパオレ政権で、参謀総長を務めたジルベール・ディエンデレを指名。暫定政権を解散させ、国境を封鎖し、夜間外出禁止令を出した。同日、 フランスのフランソワ・オランド大統領がクーデターに対する非難を表明。18日、クーデター派は拘束していたカファンドと閣僚二人を解放。封鎖していた国境を解放した。同日、危機打開に向け、西アフリカ諸国経済共同体議長国セネガルのマッキーサル大統領とベナンのヤイボネ大統領が我がドゥグルに到着した。一方、 アフリカ連合は平和安全保障理事会後、ブルキナファソの加盟国資格を即時停止を発表。クーデター参加者の渡航禁止と資産凍結を全加盟国に呼びかけた。21日、クーデターに反対する政府軍部隊が事態収集を目指し、我が軍に入りクーデター班に武装解除を迫ったことにより、22日に拘束していたジダを解放し、降伏に向けた協議に入る。 23日、交渉が打結したことによりカファンドが暫定大統領に復帰し、クーデターの終結を宣言。カファンドの職務復帰から数時間後、ディエンデレもクーデターの終結を宣言し、反乱部隊と政府軍との全面戦闘は回避された。ブルキナファソは、共和制、大統領制を取る立憲国家である。 現行憲法は1991年6月11日に制定されたもの。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年。参戦は禁止されている。首相は国民議会との協議に基づき大統領により任命される。内閣に相当する閣僚を評議会のメンバーは首相の推薦に基づき大統領が任命する。 議会は一員制で、正式名称は国民議会。定数111議席。議員は比例代表制に基づく選挙で選出され、任期は5年である。主要政党としては、第6大統領、ブレーズ・コンパオレ率いる民主主義進歩会議、CDP があり、強力な与党として国政を支配している。野党勢力は脆弱だが、 比較的有力なものに民主連邦同盟 ADF とアフリカ民主連合 AD があり、この2党は国民議会において統一会派を組んでいる。最高司法機関は最高裁判所である。ブルキナファソはかつて1961年12月から1973年10月まで台湾。 1973年9月から1994年2月まで中国と国交を持っていた。1994年2月から台湾と復興して中国と断交していたが、2018年5月24日に再度台湾との断交を発表し、5月26日に中国と復興した。なお、2017年に中国から500億ドルの供与を条件に中国との 復興と台湾との断交を持ちかけられたが、当時は断っている。1960年のオートボルタ共和国の独立と、同時に同国を承認、1979年により、経済協力を開始した。当初は、食料援助や肥料等の援助が中心で、水、教育等に協力分野を広げ、今では、保険、農業、環境と協力分野が広がっている。 2009年1月にザイブルキナファソ日本国大使館が開館した。経済協力分野に加え、日本国大使館や国際交流基金が主催する文化面での交流も活発に行われるようになった。また、2009年には、同国では初めてとなる文部科学省国費留学生専攻試験が行われるなど、人物交流も盛んである。 発在中ブルキナファソ特命全権大使は杉浦務が務めた。2015年8月、前年より練習生として四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドックスに所属していたサンホラシーナがコーチ球団と選手契約を結びブルキナファソで初めてプロリーグに所属する野球選手となった。ブルキナファソは13地方45県301軍に 分割されている。10万人以上の都市は、首都のワガルグーとボボディウラスその二つである。ボルタ川沿いを除く全土に、サバナが広がる。国土を白ボルタ川、黒ボルタ川が貫き、ボルタ川はガーナに至って、最終的にはギニア湾に注ぐ。国土の北部はサヘル地帯にあたり、砂漠化が少しずつ進行している。ケッペンの気候区分では、 サバナ気候、王に相当する。IMF の推計によると、2013年のブルキナファソの GDP は120億ドルである。一人当たりの GDP では711ドルとなり、隣国のガーナやコートジボワールと比べると、半分ほどで、世界平均の10%未満の水準にある。輸入超過を慢性的に計上しているが、1994年から、 貿易額自体は膨張し、赤字も膨らんでいる。農業国であり、全世界の生産量ではソルガムが、ニジェール、マリに次ぐ6位、トウモロコシが10位を占める2002年。14世紀頃豊富だった近郊の採掘は、現代でも続いており、2008年の5トンから2009年には11トン以上に伸びている。1991年以来、鉱山地理局を含む、 国営企業の民営化を推進したことにより、市環境が整備された。その結果、2009年に、鉱山開発権の付与数が、前年比62件増の599件となり、同部門への投資額は、約734億円に上った。外資の出所は、イギリス、カナダ、オーストラリア、アメリカなどの企業であるが、当然ながら多国籍企業も含まれる。 人口過剰のため、周辺諸国への出稼ぎが盛ん。特にコートジボワールのカカオ農園の労働者として、多数のブルキナファソ人が働いているが、コートジボワール大統領だったコナンベディエのイボワリテ、政策以降、労働条件が悪化。多数が帰国した。国内で電力需給を賄うことができず、隣国から電力を輸入している。 このため2030年を目標に電力需要の30%を太陽光発電で賄うことを目指しており2017年には首都ワガトゥグ郊外に西アフリカ最大規模の出力33メガワットの太陽光発電所が建設されているモッシ人が約40%プル人、フラニ人、フルマンチェ人、グルンシ人、ボゴ人、ロビ人、マンデ人など モシジン以外の民族が約60%を占める。公用語はフランス語であり、90%の国民がモシ語など、ニジェールコン語語族のスーダン系言語を話している。イスラームが60%、ローマカトリックが19%、アニミズムが15.3%、プロテスタントが4.2%、その他が0.6%、無宗教が0.4%である。 ブルキナファソのイスラームはスンナ派のマーリカ法学派が優勢である。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は21.8%、男性29.4%、女性15.2%である。2010年の教育支出は GDP の4%だった。1969年以降、 首都のワガドゥグーでは、アフリカ最大の映画祭の一つである、ワガドゥグ全アフリカ映画祭、フェスティバルパンアフラクン DU、シーネマエデ・ LA、テラビジアンでワガドゥグー、フェスピコが開催されている。ブルキナファソ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、文化遺産が一軒存在する。フランス出身のフィリップ・トルシエは1997年から1998年にかけて、 サッカーブルキナファソ代表監督を務め、同代表をアフリカネーションズカップ1998第4位に導き、白い呪術師の異名を取りた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。